者紹介。万国の貧乏人諸君を団結せよ。勝ち組負け組、負けるが勝ちだ。はい、おしまいです。
のパフォーマンスをさせていただいて、で今日はさよならの代わりに新しく、誕生、新しい命の誕生ということで、新しい財務これで終わらせてなるものかって1周年の時私アートララジアとキュレーションをいたしまして、24名の韓国と中国と日本の作家を集めて横浜市の予算結局800万円使っちゃいまして、仙台で仙台でやったんですけど、今事業仕分けでいろいろアートのお金カットされてますけれど、これずにいろいろ騙せまくってどこかから金を引き出して、こういう財務みたいな場所を閉じるんではなく、また活用していく方向で皆様と一緒に考えていきたいと思っておりますので、桃色みんな松山玲奈でした。パフォーマンスおしまい。どうもありがとうございます。Thank you.